ひろきです。おや、今日のひろきさん、なんかおしゃれな、レストランというんですか、これなんかカフェ、おしゃれなカフェで、これから昼ご飯を食べようとしてますねと思いのあなた、正解でございます。正解です。今仲間と一緒にですね、昼ご飯食べに来たところなんですけれども、美味しそうな、メニューがたくさんあってですね、私はちょっとカレーを頼んだんですね。仲間はですね、あんかけ焼きそばと、あとは何でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、スペシャルセットを皆さん頼んだっていう感じです。そんなことはどうでもいいんですけど、今日伝えたいことはですね、感謝するっていうことの大切さ、を伝えたくてですね、こうして動画を撮ってるんですけど、人間ですね、結局一人だとやっぱり限界があるわけですね。なので、これ YouTube、YouTube だったり動画もですね、誰かがこれ作ってくれたものを借りてるわけですね。私が全部やってるわけではないわけです。なので、私の師匠が教えてくれたのは、感謝しないと足元を救われてしまうよって、結局自分一人でやってて、偉そうにしてる人はですね、結局、この人、その人についてきてくれる人がだんだん少なくなってきてしまう、ということだったり、勘違いしてしまっているわけなので、自分一人の力でやってるわけではないので、そういうことを意識してですね、今日も一緒に頑張っていけたらと思います。動画を見ていただいてありがとうございました。今日も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。